ルーキーのお二人に10の質問で迫っていきます。手元にですね、丸×の札がありますので、そちらでお答えいただければと思います。では続いていきますので、よろしくお願いします。では参りましょう。第1問、野球よりも生放送の方が緊張する。丸、分かりました。第2問、サンテレビの阪神戦を見て育った。あ、そうか、2人とも大阪やもんね。第3問、熱血タイガーストを見たことがある。お、正直あれ。第4問、プロ野球選手以外にも将来の夢があった。気になる。お、分かりました。第5問、契約金で買ったもの、買いたいものがある。気になる。第6問、憧れのプロ野球選手がいる。ですよ。第7問、仲良くなった同期や先輩がいる。第8問、自分だけのリラックス法がある。第9問、大事な試合の前に食べる勝負飯がある。ないよ。お二人揃いますね。そして最後です、第10問、新人王を取りたい。お、気になるはい、ありがとうございます。ということで結果はこのようになりました。ちょっとお伺いしていこうかなと思うんですが、まず緊張はどうですか。下村さんはもう慣れてきた、はい、もっと緊張するかなと思ってたんですけど、意外としてない、はい、よかったです。よかった。生放送2度目のシーバ選手の方がまだ緊張してる、はい、自分は緊張してるまだ もう終わりますんでもうあとちょっとゆったりしていただければと思いますけれども、うん、他、浜中さん気になったところありますか。いや、ね、プロ野球選手以外将来の夢があるという、はい、シーバ当時こんな、はい、何だったのかなっていうのは、はい、自分は釣りのプロになりたかったです。釣りのプロ、はい、釣りがお好きなんですよね、はい、そう、じゃあちょっと目指してやってたってことですか。そうです、中学校の時は野球より釣りの方が集中してたと思います。何釣りですか、はい、ちなみに。今は海釣りをやってます。でも釣り好きな野球選手の方って結構多いですよ。バス釣りったり ね福本さんもそうですね。あ、福本さんもですね、気分転換にやってましたね、はい、やっぱ気分転換になるんですね。なりますね、考える間ができるんですよ。シーバ選手にもじゃあおすすめですか、熊本選手ですね、はい、考える時あるからね、うんうん、ということですね。他に福本投手気になった項目あったりしますか。まあね、夢があったらありましたね、そこの夢。そうですね、夢はシーバ選手がその釣りのプロになりたかったというところですけど、ね、あれじゃないですか、契約金で、ね、買ったもの、ここ気になりますね。お二人とも丸でした、うん、何買ったのかな。買ったものがある、もしくは買いたいものがあるということで、お二人伺いましょうか。下村選手いかがですか、はい、僕はこの前ヨギボーを買いに行きました。あ、クッション、はい、ビーズクッションですね、寮に置いて、はい、はい、いいですね。あんなのちょっと、ね、リラックスというかね、こう自分の形になるんでいいですよね。体の疲れが大事ですね、うん。シーバ選手いかがですか。自分は釣り道具を買いに行って本当好きなんですね、はい、本当に、ね、いいの買えたでしょう、はいはい、どんなもの買ったんですか、はい、ずっとその独立時代とか買えなかったちょっといいやつを買いたいなと思ってたので買いました。これからまだまだたくさん、ね、夢ありますから、うん、そのあたりは。あと伺っていこうかと思うのは、憧れのプロ野球選手がいる、うん、これはちなみにどなたですか。下村選手。自分は阪神タイガースの村上頌樹投手です。会えました。はい、一度挨拶しました。憧れですって伝えるんですか。そういう時は伝えないで ですか。もしかしたらどこかから、ね、伝わってるかもしれないですけど。それは投球スタイルがってことですか。そうです、はい、これからいろいろ学ぶところがありそうですね。シーバ選手いかがですか、憧れの方いますか、はい、自分は阪神タイガースの OB である藤川球児選手が、はい、憧れです。それこそね、絶対的な守護神守ってきた、ね、方なんで ね、 うでね、こう今だと取材される側の立場になるかもしれないですか。まだお会いになってないと。2回ぐらいお会いしました。そうですか、はい、お話しされました、まあ、直接はできてないです、まだ、はい、またでもキャンプとか、ね、来てくれるかもわからないので、ね、ちょっとね、話とかできればいいですけどね、はい、いろんなチャンスあると思います。そして続いて、仲良くなった選手がいるというのもお二人とも丸でしたが、ちなみに下村選手いかがですか。自分は同期のドラフト3位の山田修也です。あ、
隣のシーバさんじゃなくて、あ、まあ、いや本当ね、その2人かなと思ったんですよ。あ、そうですか。高卒のね、はい、ルーキーの、はい、まあ、同期の皆さんきっと、ね、仲良くなるんでしょうけど、どんなところで意気投合するんですか。4つ下なんですけど、はい、まあなんか普通にそのなんていうんですか、先輩後輩感の感じなく接してくれますし、まあ、あのリラックス方法ないって言ったんですけど、はい、罰になってました、はい、自分結構部屋でゲームするの好きで、で一人でやってたら修也が部屋来て、一緒にやりましょうって来て、ちょっとどっちかというと弟みたい な, なんか可愛らしい感じなんですかね。シューバ選手、はい、はい、仲良くなりました。そうですか。シューバ選手いかがですか。はい、自分は同い年の同級生、そのこの一人っていうのはいないですけど、はい、なんかみんな仲良くできてると思います。同期宝ですからね、うん。そしてやっぱり一番気になるのは一番最後、新人王を取りたい、はい、下村選手丸、はい、もう期待していいですね。はい、頑張ります。期待したいと思います。罰になった下村選手はいかがですか。はい、自分は新人王じゃなくてセーブ王の方を取りたいなと思って。取りたいタイトルが違う。それかっこいいですね。いいですね。新人王じゃなくてセーブ王を取りますって、ね。ぜひ二人で今年タイトルを、うん。はい、撮っていただくというのを楽しみにしたいと思います。たっぷりとお答えいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。